桜京之介です。春野城です。坂井健之介です。今回は浅草木馬館に、大川良太郎座長がゲストに1日来てくださいました、はい、その特集を組んでもらっております、はい、DVD 少しではございますけどもご覧くださいませ。どうぞ。まずお疲れ様でした。お疲れ様でした。印象に残ったこと印象に残ったこと、うん、楽しかったです。はい、それ印象、はい、印象ですか。とにかく楽しかったですね。まあそうですね、はい、面白いニュース。良太郎座長がバタバタしてました。はい、普通昔はゲストさんって言ったら、うん、個人一本、あ、立ち役一本、女方一本で、ね、でラスト出るっていう感じだったんですけど、はい、もう良太郎座長の場合は僕と曖昧踊って、で健之助座長と曖昧踊って、で春之丞座長と曖昧踊って、で個人がそれに2本入って、でラストも出てもらいました。はい、ありがとうございます。僕は生まれた時からです。そうですね、はい、同じ病院で生まれてるんで、ここの価値観で僕の方が早いです。僕は、中学1年か2年ぐらいからです。一人で良太郎座長がまだ座長になりたての頃やったのかな、この木馬館さんに乗ってて、僕たちが大井川娯楽センターという静岡のセンターさんにお世話になってて、そこが毎週水曜日休みで、その時に、ちょっと一人でおいでよって言われて、僕は一人で来ました。それが初めてゲストでした。一人で行った良太郎座長とはなんか思い出が深いというか、うん、はい、嬉しい限りです。もうめちゃくちゃありますね。まあ、筋肉ですかね舞台じゃないみたいボディ的なね、うん、僕の場合はやっぱりその盛り上げ方ですかね、お客様の心をグッと一瞬で掴む空気感が大好きです。そこを勉強したいです。はい、はい、今のところないっす。でも、まあ、変態さぐらいですかね。やね。でもまあいつかはやっぱり勝ちたいなとは思います。はい。優しいところですよね。まあ女性にならなくても男でも思いますね、優しいなとか。やっぱりドキッとしますね、優しさに。健之助座長はなんか自然です。何笑ってんの。自然、ほんまに落ち着きます。なんか追ってくれんとなんか探してしまいます。あれ健兄はみたいな感じで。ありがとうございます。はい、あ、もう素直で可愛い人ですもう素直、こんな素直な人いないんじゃないですか。僕は遊びたい人、はい、単純です。ああ、ストレートなところですかね。あ、僕は全く惚れないですね
ね、ずっと一緒にいてたんでね、うん、あの腹黒くないです。あ、まあそうですね、はいはい、もう何考えてるかね、はい、分からない人も多い中でね、原さんは、うん、ズバッと言ってくれるんで。そうです。僕ですか。いや、一緒ですね。もう本当に思ったこと言うし、裏表ないし、そのまんまやし、昔から本当に変わらない人です。大好きです。共演すか。なんか一回芝居がっつりやってみたいですよね。そうですね、2人でなんかガーッと、本当に2人でガーッと言い合えるような芝居をやってみたいですね。あの笑いの入らない芝居をやってみたいですね、うん、それシリアスだね。でもこれから健之介座長とずっと仲良くやっていきたいなと思って思ってますので、またそういう機会が。あ、どうもいらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。今送り出しから帰ってきました、はい。お客さんのパワーかな、うん、すごかった。そうですね、言ってましたね。でもすごくない、だって見てて盛り上がり方がね、盛り上がり方が、うん、お客さんが分かったね、うん、盛り上げ方っていうか品がいいね、しかも盛り上げ方が、うん、品がいい、うん、いや、そんなことないですよ。やっぱりね、何でもかんでもわーわーわー画面つ、うわーって言いやいいって思うんじゃなく、うん、綺麗になんか盛り上がって収まりますね。そう、うん、品がいい、あるとかもね、品がいい。スター性、うん、そういうのに引きつけるじゃないけど、心をグッて一瞬で掴むね。いや、俺らでもそう、多分中の役者、俺同業者やけど、そんなんでもなんかおーって思うっていう部分がある、うん、と人として、そうそう、お客さんやったらなおさらやろな、うん、あの目力にやられます。やられます。それは一つもないですこれね、あの仲がいいから言えることですよね身長あ、身長高いですか。身長俺の方が高い。あ、そうなんや。どんなんどこや、うん、俺は優しいところ。そうやな、なんか包容力、うん、なんかがありそうかな。お芝居ですね。これはもう3人がもう声を合わせるぐらいお芝居ですよ。疲れてます。だって滝の白井と何本目ですか。すごい、すごいやってます本当に。イエー、身長が伸びたような気がします。なんか俺も身長伸びてて1センチ。いや、俺も多分1センチ伸びてる。見る景色が変わった。ちょっと高なった。なんでやねん。そらね、人の力になることです。嬉しいですね。嬉しいこと言う。かっこいいこと言う。かっこいいこと言うた今。次何言う兄ちゃん。そんなやつは何言うよ。お前な。俺はそのブログに書いた抱負っていうか、そういうのを決めずに。一日一日を何かこう目標を決めるからやるわけじゃなく、なるほど、その、うん、一日一日を大事にやっていこうということです。ああ違うわ、言うことが。僕締める。僕はとにかくそういうことですよ。ゲップすんな俺が喋るときに。
なんで待ってくれたっていいのによ。おい兄さん、すまねえがよ、水の腕は一体いつ来るんだい。はい、今は出たところでございますんでね。ああ、もう半時はかかります。半時、半時、まだそんなにかかるんだ。この腕待ってくれ、待ってくれ。ああ、行ってしまった。もう少し待ってくれりゃいいもの。お待たせいたしました。皆さん、今度いつ来るんだい。そうだ、いや、あの、今出たところでございますね。もう半時がかかります。半時、はい。共演は去年の12月に三好演芸場にうちに来てくれたんで、そんなに空いてないです。僕いっぱい出されてる、イエイ。春野城くんが開演始まってるのに寝てた、イエイ。爆睡。ハルさんはもう本当に10代から知ってますね。顔は知ってて、まあそんなに喋ることもなかったんですけど、本当に最近ですね、これ2年ぐらい前ぐらい、ハルさん、きょうちゃんがうちにゲストに来てくれてからですね、特に仲良くなってるのは。思い出ですか。思い出、ハルさんときょうちゃんと、あんまり一緒に遊びに行かない友達なのに、イエーイ、ボンボンイエーイ。ああ、春さんもいっぱいありますね。まあ、女方の可愛らしさとかもあるし、でも本当に舞台やっぱり一生懸命ですよね。いろいろ考えて、どうすればお客さんが一人でも多く増えるんだろうということを常に考えて、あの、冷静ですね。踊ってても芝居してても、なんかこう周りを見ながらやってるイメージがありますね。三代目はもう元気、感性もいいし、やっぱりその持ってる元気さが溢れてるんで、エネルギッシュな舞台をいつも見せてもらって、僕も元気もらってます。見習いたい。そうですね、まあまあ自分は自分なんでね、なかなか真似したりとかっていう僕もタイプじゃないんで、でも本当にいろいろ刺激になってます。一緒に舞台立てることで、あ、もっと頑張ろうとか思えるんで、ありがたいです。僕は天才なんでね、多分僕には誰も勝てないんじゃないですか。オンバイエイ。春さん、春さんみたいな可愛い女が好きですね。自分嫌いなんでね、比較的絶対春さんですね。昔から僕嫌いなんですよ、自分のことを。まあ、自分の、まあ、女方でも立ち役もそうなんですけど、写真とかもらっても嬉しくないです。自分のあんまり顔が好きじゃないというか、ずっと言ってますこれ。そうですね、なんかお芝居凝ったことしたいな。すごいやっぱ時間かけて立ち回りとかもすごいこだわって考えてやりたいなとか思いますね。なかなか普通のゲストでは難しいですよね。成長、なんだろう、怒らなくなった。あのメンバーにしてもお客様にしても結構気長にやってます。そうですね、今年は目標は何もないですよ、実際のところ。こうしよう、ああしようってないんで、なんか一日一日楽しく、毎月お世話になる劇場さん、センターさんでうまくやっていくのだ。